はい、こんにちは。今回は特別な動画なんですけども、初めて抽象画に挑戦したいけども、高価な材料やテクニックが必要だと思っている方、この動画はまさにそのような方のためです。今日はダイソーやホームセンターで手に入れたコストのいい材料だけを使用して誰でも簡単に作れる抽象画の作成方法をご紹介します。私はテクスチャーアートや立体作品を紹介しているのですが、そういった内容の簡単な入り口として参考にしていただければと思います。まず必要な材料を紹介します。アクリル絵の具、白、黒、グレー、ゴールドですね。こちらはアムステルダムとか、アマゾンで販売している、ゴールドの、絵の具です。で、ダイソーの方も水性塗料。絵の具というよりは DIY で、使われているものを使います。こちらはローラーになりますが、壁を伸ばしていくためのローラーと、ゴムのローラーですね。これは画材用になります。それと、これもダイソーで売られています。スクレーパーになります。大中小3つ、セットになって販売されているものになります。これも、DIY 用品のコーナーで、買ったものになりますね。絵の具をこれでスクラッチしたり広げていったりします。そして刷毛ですね、絵の具用の筆というよりかはこちらもペンキ用の刷毛になります。それと塗料を広げていくときにパレットまたは使い古しの紙皿だったり、私は通販していて段ボールがたくさんあるので切れ端にコロコロのテープを貼ってその裏を使います。使い捨てなのでとても楽になりますが、絵の具のパレットとして無印のコロコロの裏がいいというふうに言われていますので、弾きにくい、程よいパレットの裏の素材になりますね。こちらを、まあ、取って、貼り付ける。段ボールに貼り付けて、その上で、ローラーを転がすようにしてパレットを使っていきます。それと壁の塗料に使われるもので、水性であり立体作品も作ることができるんです。アサヒペンさんの塗る壁材ですね。いろんな材料があるんですけども、漆喰とは違って塗料として水性だし、アルカリとか酸性とか、pHについても絵の具と変わらないくらい刺激がない材料なので、ちょっとした立体作品を作るときに役に立ちます。はい、それとキャンバスの裏には、ね、マスキングテープ、いろんなサイズのものがありますが、こちらの裏側にですね、絵の具があまりつかない方が作品としては美しいので、それを貼っていきます。なるべく、まあ、厚みというか、こう幅がですね、合うようなサイズのものを貼っていってください。キャンバスも、まあ、サイズはお好きなものでと言いたいんですが、ローラーを使うので、こちらは F10 サイズのものを使います。横幅だと40センチちょっと出てるぐらいですかね。もし大きいなと思ったら、ダイソーで売られている F4 サイズのものもあるので、そちらを使ってもらえばと思います。キャンバスのサイドを塗るときに地面に絵の具がついたりするのを避けるために木のブロックを使います。キャンバスの四隅に合うように置いていきます。今から、まあ、ダイソーのブラックの方で、全体の背景を黒に塗っていきます。デザインの世界でしばしば引用される3分の1の法則、視覚的なバランスと調和を生み出す有用なガイドラインの一つ。この法則を利用してバランスをとっていきます。まあ、こちらですね、3分の1の比率で区切ることを基本としています。まあ、この方法がなぜ効果的かというと、人の目線が自然とこれらの交差点、3分の1の線に惹かれる傾向があるからだそうです。それでは、
キャンバスの3分の1の部分に絵の具を置いて、スクレーパーで絵の具を広げていきます。これは筆では得られないような仕上がりを生むことが多いのですが、スクレーパーは絵の具を均一に広げやすく、ストロークの痕跡を最小限に抑えられます。抽象的な作品や背景に特に有用となります。そしてスピーディーに絵の具をあっという間に広げることができますよね。特に大きなキャンバスや大量の絵の具を使用する場合は、スクレーパーはその能力を最大限に発揮します。そして筆に比べて掃除も簡単に拭き取って終わりになります。一気に広げていった絵の具をさらにかすらせながら広げていく、偶然出来上がっていく模様を楽しみながら広げていっております。絵の具を広げていったら、今からいろんなサイズのスクレーパーを使って引っかいていきますが、絵の具を引っかいて模様を作ることで作品に対して追加のテクスチャーやディティールが生まれます。これは視覚的に興味深い要素を加えるために非常に効果的です。引っかいた模様は作品に深みを与えて、観察する人が作品を何度も見直す動機を得る場合があるので、見ている方が楽しむ効果がありますね。白い絵の具をローラーに含ませていきます。スポンジタイプのローラーを使用する際は、水を少し含ませることがよく行われていますが、これは絵の具が均一に広がりやすくする効果があって、特に絵の具の相性がいいです。ローラーがパレットで均等に絵の具を吸収していると、キャンバスに塗る際にも絵の具が均一に広がります。これは特に大きな面積に対して均一な色やテクスチャーを出したいときに重要なので、パレットの段階でしっかりと伸ばしていきましょう。ローラーに絵の具をうまく含ませることで、必要以上に絵の具を使用することなく効率よく塗装ができます。はい、それでは1層目の絵の具をローラーで塗布していきたいと思います。ローラーは独特のテクスチャーを生み出すことができます。ゴールドの部分を避けて黒い部分に白い層を重ねていきますが、模様の濃さを見ながら軽めの力で徐々に転がして作品に深みと複雑性を与えることができます。一度軽い力で塗った後、次第に力を強くしたり軽くしたりしてみましょう。これにより異なるテクスチャーや模様が生まれ、作品にダイナミズムが加わります。一層目が終わったら一旦乾かしていきましょう。1層目が乾いた後、さらに2層目に絵の具を塗布していきます。
さらにこれからもスクレーパーを使っていきますが、スクレーパーを優しくまたは力強くキャンバスに押し当てて引っかいていきます。この動作は斜めにしたり直線だったりランダムなパターンで行うことができますが、簡単に作っていきたいので直線のみで表現したいと思います。考えながら作品を作っているので、手がブレてしまったりしてますが、スクラッチを加えることで画面に動きやリズムが生まれ、視覚的な興味を引く層が加わります。さらに色やテクスチャーの仮想が露出し、スクレーパーで引っかく行為はしばしば予測不能な模様やテクスチャーを生み出していきます。その偶然性を楽しむことができます。スクレーパーでスクラッチを加えた後は一歩引いて作品を眺めて全体のバランスやコンセプトに合っているか考えます。必要であればさらに絵の具や色を足したりスクレーパーでの調整を行っていきます。作品のサイドの部分にもしっかり塗布していきましょう。キャンバスに立体的なテクスチャーを加えるためにモデリングペーストの代わりに建築材料である壁用の塗料を使います。モデリングペーストのように多少厚みが出るのでおすすめします。アサヒペンさんの手で塗れる塗り壁材塗りデコウォールというものになります。建築材料である壁用の塗料をアート作品に使用することは、特にコストを抑えたい場合や大量の材料が必要な大規模な作品で有用となります。壁用の塗料は通常耐久性があり、多少の厚みも出せるので、モデリングペーストの代わりに使うことができます。こちらはゴムでできたローラーで使用していきます。砂のような質感の塗料を使用することで自然界の要素を模倣したリッチなテクスチャーが生まれます。これが作品に独自の風合いを与え視覚的な深みを作り出していきます。建築用塗料は一般に耐久性があり、アート作品にも長持ちする可能性が高いです。しかしアート用品としての適性や安全性については、私は普段使用しておりますし水性であって特に問題はありませんが、作品として長持ちさせるにはコーティングは必須であると思います。それでは完成までしばらくご視聴ください。それでは完成です。いかがでしたか？とても簡単な方法で、しかも手頃な価格で抽象画が完成しました。ぜひ皆さんも挑戦してみてください。動画が役に立ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。次回も楽しいアートプロジェクトでお会いしましょう。